ところてんの原料などとして知られるテングサがどれだけ成長しているかを確認するための調査が下田市で行われました。今日の作柄調査は県水産海洋技術研究所の職員が船で下田沖に向かい、海に潜って生育状況を確認しました。テングサは県内では伊豆半島の沿岸のみで生産されていて、2022年には全国3位の40トンを収穫しました。今日の調査では1340グラムのテングサを採取し、平均の長さは 17.5 センチでした。今年は昨年よりも、そして一昨年よりも少しちょっと少ないかなっていう感じがします。この調査は来月まで伊豆地域のおよそ30カ所で行われます。